沙汰してます。約3ヶ月ぶりの動画になるんですが、今日はね何しようかと思って、結構ですね YouTube 見てるとプレゼント企画っていうのが結構あって、ちょっと自分もやってみようと。まあ登録者数も400人を突破した、皆さんのおかげで突破したということで、プレゼント企画をちょっとやりたいなと思います。で今回はねまあ何プレゼントしようかなと思ってまあ考えてましたら、まあちょっとね最近ちょっとやらかしまして、ちょっとね MVP のあるキラーをちょっとへこましてしまいまして、まあ仕様の方はまあ問題ないんですけど、まあそれがこれなんですね。これ10-11かな、10-11のメッシブルガアトミカ、これねここにねちょっとへこんじゃったんだよね。これ手で持ってブニってね曲がっちゃったんですね。これまあ1名様にまあプレゼントということで、そうね、まあ応募条件としてはまあそうだね、まあ今後やってほしいことだったりとか、まあチャンネル登録は別にしなくてもまあ参加権はありますので、まああとはそうですね、まあ当選者に連絡するまあメールアドレスとかそういうのも貼っていていただければ助かります。まあメッシね、これプレゼントでね、もうちょっと出したらいいのかなと思ってちょっと考えてたんですけど、なかなかね思いつくものがなくてね、とりあえずね今回この10-11の MVP メッシ、ちょっとこのへこみありのねもうちょっとプレゼントしたいと思います。であとねもうじきちょっとねチームがまあフランス縛りでね、白のフランス縛りやってんだけど、それが終わるということで、今度ちょっとレアル縛りをちょっとしてみたいなと思って、まあそうだね、オール白でやろうかなと思うんで、おすすめのまあレアルの白だったり、あとねちょっとディアラがね2枚欲しいんだよね。アサナディアとマハドディアラかちょっと欲しいんで、まあトレードできる方があったらまあ連絡いただければ助かります。まあこっちはねいろいろカードあるんで、まあ希望とかあればそれもちょっとコメント欄にね、下のコメント欄に書いていただければ助かります。今日は今回ね、まあ、久しぶりの動画ということでこのプレゼント企画をねちょっとやってみようかなと思って、まあ、10-11の MVP メッシのへこみありね、へこみありをちょっとプレゼントしようかなと思って、まあ応募ね多数お待ちしてるんで、まあ期限はね2月の14日バレンタインの日、そうね2月14日の23時59分までにしましょう。それではたくさんの応募待ってます。それではまた。